皆さんこんばんは。今日は関西大阪駅に来ております。本日は2022年12月23日、まもなくクリスマスを迎えようとしています。そんな師走の12月、なんとこの関西で最も有名といいますか、関西に根付いております阪神電車になんと有料特急が登場しました。阪神で有料です。まあ東京では言えば最近 TJ ライナーとか京王ライナーとかいった形で私鉄に有料特急が走っているんですが、関西では今のところ京阪電車のプレミアムカーぐらいかなだと思うので、まあ、関西の私鉄の中では、まあ、かなり珍しい例かと思うんですが、果たして阪神です。阪神にそんなプレミアムな列車もあったかなっていういろんな気になる点があるんですが、今回はそんな本日12月23日に登場しました関西阪神の有料特急に実際に乗ってみたいと思います。では今回もよろしくお願いします。ということで阪神の大阪梅田駅にやってきました。まず阪神っていうのは一体どういう列車なんだって話なんですが、まあ、関西の私鉄であることはほとんどの方お分かりいただけるかと思うんですが、区間としましてはこの大阪梅田から神戸の三宮までを基本的に結んでいる路線になっています。これが本線とで、一部で阪神難波線っていうのが走っていて近鉄に乗り入れていたりとか、あとは神戸三宮から先で山陽に乗り入れて姫路方面にも走っていくっていう、まさに関西の大動脈、これが阪神になっております。で、まあ、阪神、まあ、そういった大動脈なんですが、まあ、結構地元に密着した路線になっていて、ぶっちゃけて言えば有料にはあんまり縁がなかったんですよね。ただまあ今日はそれが走っていくということで、では一体どんな列車なんでしょうか、そしてどれぐらいの需要があるのか、そのものをご紹介できればと思うんですが、早速ホームの中に入っていきたいと思います。ということで阪神の大阪梅田駅のホームにやってまいりました。まあ、阪神の大阪梅田駅といえばこの左手側にあります3つの線路とホームが 1,2,3,4,5 個ぐらいかある、まあ、この古く昔ながらってイメージがあるかと思うんですけれども、例えばここから出ていくのは右上の特急列車新海地域や直通特急山陽姫路駅といった、まあ、これが基本かと思います。まあ、一方で左手側に止まっていますように急行列車っていうのが運転されていたり、あとは青色のジェットカーで有名な普通列車っていうのがあるんですが、なんか今駅で不思議な放送が流れていて、そして阪神の大阪梅田なんですけれども、右手側になんと新しいホームがあるんですよ。はい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 、めちゃくちゃ新しいホームがあって、はて一体何なんだって話をしていますと、駅の放送でなんか楽屋ライナーとか言ってるんですよね。何が楽なのかさっぱりわからないんですが、ホームの真ん中に受付があるそうなんで、ちょっとホームの真ん中に行ってみましょうか。そうしますとこのホームの真ん中側なんか楽屋ライナーって書いてあって、お一人様でたくさん買っちゃダメだよとか、先頭車の待機ですなんていう風に書いてあります。一体何があるんでしょうか。ちょっとここに並んでみたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。というわけで今切符を受け取ってまして、まあ、ちょっとこの切符については後でご紹介をしたいんですが、まず右手側に列車がやってまいります。いやまあ本当に駅では通常の特急は通常の特急はっていう放送がすごい特徴的だったんですが、右手側1番線、まあ、普段は夜はあまり使われないホームなんですけれども、今入ってきた列車阪神オリジナルのオレンジ色の車両なんですけれども、ほうほうほう9500系かな、顔が三角になっている列車、方向幕は貸し切りで入ってきました。有料列車なんですけれども、ロングシートがついていて、おやおやって感じがするんですが、そうです、この車両こそが今回12月23日に登場しました有料の列車、楽園ライナーでございます。はい、ということで、まあ、まず到着をして、まあ有料なんで扉がどうなっていくのかっていうのも気になるんですが、早速ホームドアが開いたんですけれども、ドアはいきなりは開きません。はい、ということでご乗車になれないって、一応200円払えば乗れるんですが、案内もまだちょっと統一されてませんね。
臨時列車というか貸し切り列車というか有料特急というか、でちなみにドアなんですが阪急で、まあ阪急じゃないですね、阪神で梅田では珍しい3分の2ドアカットというものになっておりました。ということで改めまして9時30分入ってきたのは貸し切りの幕を出した列車でございます。さっきから楽やん楽やんとかわけわからんことを言っているような感じなんですが、まず方向幕をご覧ください。貸し切りって書いてあって、その下に楽やんライナーっていうなんか謎のこうなんかマークみたいなものが入っています。そう、これが一体どういう列車なんだって話をしますと、これです。またひっくり返っちゃった。乗車整理券200円を払って座席定員制の列車、これ楽園ライナーと言います。毎週金曜日臨時で運転される列車で、まあ9時台と8時台に運転をされているんですが、梅田から停車駅がまあいくつかついているんですが、終点はなぜか扇っていうなかなかに謎な列車でございます。いや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 、なんか不思議ですよね。現金で200円でしか購入することができないわけなんですが、ちゃんとねこの阪神でお金を払って乗る列車っていうのがかなりびっくりです。で使われている車両なんですが、このように9505と書かれています阪神の9500型っていう列車ですね。いや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 、でもこの列車って全部なんかこのシートだったかなっていうのがちょっと気になるんですが、まあ、じゃあ早速ちょっと列車の方も見ていきたいと思います。ということで前方の方にやってまいりますと、まあ、先ほどお話をしましたように扉がこう全部開いていないんですよね。3分の2のみ開いているというちょっと変わった形式になっています。そしてこの車内なんですけれども、貸し切りの有料の列車なんですけれども、なんとロングシートということで、関東じゃちょっと考えられないですよね。上側とか見ていただくと座席番号とかっていうのも特についていませんので、いやいや、かなり変わっている車っていうのがこれでお分かりいただけるかと思います。そしてこの左手側に楽やんライナーについての説明があるんですけれども、これを見ていただきますと、ご利用が増加する金曜日に期間限定で有料列車を運行するよっていう風に書かれていると。で今のところは1月の金曜日までかなっていう、まあ、非常に少ない枠なんですけれども運転をされていて、200円なんで、まあ、これ運賃とは別なんですけれども、まあ、結構安いと。で運行区間っていうのも梅田から扇っていうね、これあくまで特急ではないんですよね。有料臨時列車なんで、特急じゃないので普通列車しか停車しない、基本的には扇行き、あ違いますね、朝方とかだと違う種別も出るんですけれども扇行きっていう列車になっていると。でまあこんな2種類が用意されていて、まあ、停車駅は後ほどご紹介するんですけれども、まあ、結構ね特別になっているのと、あとこれ1号に乗ると途中で直通特急の通過待ちを行うと、で3号に乗ると尼崎で直通特急の待ち合わせってことなので、まあ、つまりは特急よりも扱いとしては低いってことなんですよね。まあ、なんかこの椅子を見ると結構クロスシートって感じがするんですが、まあ、実際はロングシートもあるということになっております。でこんな感じで前の方にやってきますと、もちろんクロスシートの車両も用意をされているので、こんな感じで転換クロスシートに座っていただくことも可能です。で、まあ、結構駅の中とかだと、まあ、その鉄道好きの方がいっぱいいらっしゃるんですけれども、実際に車内とかを見るとかなりガラガラになっているので、いや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 、ね、これ大丈夫かなっていうのはこういう部分でもお分かりいただけるかと思います。ちなみに駅の表示っていうのもしっかりとこれ貸し切りになっております。でルールがどうなっているかって言いますと、基本的に着席定員なのでロングシートを含めて発売数は限定されています。今僕がいます大阪梅田では2号車から後ろ側が販売と乗車可能になっていて、次の野田駅っていうのでも一応乗車することができるんですが、野田駅からは1号車のみってことになっていて、1号車は今のところはガラガラになっています。ドアは開いているんですが乗車はしてはいけないという形になっていまして、じゃあ早速43分発になりますので、まあどこでも別にいいんですけれども、とりあえずじゃあ2号車に乗っていきたいと思います。はい、というわけでね、この切符を提示して乗車をしていきます。お願いします。はい、お願いします。では車内をご紹介してみたいと思います。まあ、車内なんですが、横に書いてありますように、まず1号車はさっきお話をしました野田駅乗車専用となっているので入ることはできないっていう、まあ、シールが貼られておりました。ただし鍵が閉まっているかっていうと実は開いちゃうんですよね。まあ、そこまでの機能っていうのは阪神のこの車両にはなかったというものみたいでした。で下側見ていきますと、このように
優先座席を用意されているんですが、座席定員制ですので優先席っていうのは、まあ、この列車にはそういった概念はありません。そして2号車以降であればこのように肘掛けが布で覆われている転換クロスシート、枕カバーもついています、を座ることができます。でも上側を見ると座席の番号等々はついておりませんので、やっぱりまあ普通に何でしょうかね、号車に乗ってあとは好きにしてねっていう、そんな乗車方法になっています。あとはなんか真ん中の扉に足元にご注意くださいなんていう風に書かれていて、まあ、これは何か意味があったのかなっていうとちょっとよくわかんないんですが、まあまあ少なくとも一つの掲示がついていると。でそこから先こう移動していくと転換クロスシート結構快適なんですが、ほとんど空いていました。はい、いやもうちょっと混んでもよかったと思うんですけどね。で端っこはまたロングシートになっていて、どちらも同じモケットになっているんですが、椅子はかなり柔らかいです。でこのように車両ごとに乗車整理を行っている、さっきの乗車整理券はそういった車両何号車に乗ってねっていう風には書いてないんですけれども、一生乗車整理は車両ごとになっているよっていうものになっていますので、列車に乗って、まあ、号車を1回決めたら他の号車には行けないっていうシステムです。ただし扉ちゃんと開くんすよねっていうのがちょっとややこしいんですけれども、まあまあまあ、まあ、そんな扱いとなっていました。はい、というわけでなんかわけわかんないですよね。ただいまの時間1番線からの列車はありませんと言いながら楽園ライナーがあるみたいな、そんな謎の放送となっておりました。そして列車なんですけれども9時43分に梅田駅を出発をしていきますので、一応ね、まあ、ギリギリまで人が購入することはできるみたいです。1号と3号あって、1号はかなり混んでいたんですが、3号の方は、まあ、そんなに売れてなかったよっていう話となっていました。そして21時43分、1つしか開いていなかったドアが閉まりまして、いよいよ大阪梅田から扇に向けて楽園ライナー出発です。まあ、こんな感じで車内入っていきますと、まあ、駅で整理された方は自由にね、号車間を移動することができたっていうのもちょっと注目ポイントかもしれません。はい、というわけで出発をしていくんですが、この車両偶然モーターの車両だったので、めちゃめちゃモーターの音が響いてちょっと楽しかったです。まあ、駅ですが、まあ、本当に別に混乱している様子はなくって結構ガラガラとなっておりました。では、まあ、最初出発をした後なので少し車内放送流れてくるかと思うんですが、それも聞いてみたいと思います。ちなみに、列車の上側の表示ついていて、まあ、何号車じゃないですね、どこどこ行きとか次の停車駅はっていう風に表示される、この右上の表記っていうのは一切点灯はしていませんでした。あくまで車掌さんの放送とお手持ちの切符のみで停車駅を確認してねってことのようです。次は尼崎です。なお、ドアに一旦停車しますが、乗車専用駅ですので、お降りになれません。ご注意ください。はい、ということでなかなかに独特な車内放送だったのではないでしょうか。まあ、まずは早速時間として一番迫っている場所としては、尼崎じゃなくて野田駅ですね。野田駅で一旦停車をするけど降りれないっていう不思議な放送となっていました。この駅で1号車に乗車をできるっていう、ここまでがお客さんを拾う駅になっています。しっかりと停車をするんですが、ドアがじゃあこの駅は1号車以外は全部カットするのかって言いますと、このように開いちゃいます。はい、開いちゃうんで乗れちゃいそうな感じはするんですが、列車の方が中に乗られていてダメだよみたいな、そんな感じになっていました。でこの野田の駅の扱いがどうなってるのかって言いますと、意外と乗られる方多いねって話になるわけなんですが、車内で200円支払って購入していくっていう、そんなシステムとなっていました。でまあ野田の駅からだと1号車しか乗車できないんで、この号車ってなるとね、結構あれですよね、ロングシートしかないんで辛いんですが、まあでもね、座ることはできますし、ガラガラなんでそれだけでも価値は十分にあるのかなっていう、そんなものになっていました。ちょっとここについては今後の一つの課題なのかなっていうふうにも思います。そして野田に続きまして列車は尼崎にやってきました。もちろん通過駅はありますので貸し切りではあるんですけれども、ここまでは特急と同じような停車駅となっています。尼崎到着、まあもちろんここから先は逆に降りることはできるんですが、乗ることはできないっていう、そんな駅になっています。で扉はやっぱりドアカットを全部行うんで、降りる場合は列車の車内に乗られている方がこの扉から降りますよっていうふうに、まあ、お話をしてくださるという、まあ、そんな流れになっております。なので、まあ、奥側から、まあ、そんなに別にあの焦りでドアが閉まるわけではないんですけれども、いらっしゃる方はすぐにドアの方に来てねっていうことで、タイミングがちょっとやや重要かと思います。
で、この尼崎では直通特急に抜かれます。はい、まあさっき予告した通りではあるんですが、あくまで貸切列車の扱いで有料臨時列車なんで、特急より早いとは言ってないってやつでして、ね、尼崎では直通特急に抜かれると。で、まあ後から抜かれて列車も駅の表示も貸切になっていて、3分ぐらい停車をしたという流れになっております。でね、実際列車なんですけれども、反対側見ていただきますと、まあ立ち客の方ばっかりという感じになっていますので、まあそういう意味で言いますと、やっぱり楽屋ライナーっていうのが、まあ、三宮まではもちろん行かないんですが、それでも十分に、まあ、この活躍してるんじゃないかなっていうのがこれでわかるかと思います。はい、というわけで、まあ、反対側から直通特急の姫路行きがそのままお客さんをたくさん乗せまして出発をしていきます。まあでもね、実際問題どこで特急乗り換えた方がいいのかっていうのは怪しいんで、この尼崎で楽屋ライナーから乗り換えるんだったら梅田で早めに並んだ方が良かったのかなっていうふうにも思うんですが、まあこれもまた一つ課題なのかなっていうふうに感じます。で、まあ特急が出発したらすぐに後を追っかけますので、結構速度が出せません。今回の臨時列車は速達性は重視はどうやらしていないみたいでして、やっぱりこう座れるかどうかっていうのが非常に重要なキーワードになっているみたいですので、残念ながら速度を出さずに、こうまあちょろ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 っていった速度で走っていくっていう、そんな感じになっておりました。さあ列車は続きまして武庫川駅にやってまいりました。武庫川も降車専用ですが停車をしてまいります。この武庫川駅は特急系統は全部通過をしていって、急行、区間急行、普通列車のみが、まあ、一応快速急行も一部ですが停車する駅となっていますので、まあ武庫川停車ってことはまるで急行相当なのかなっていう、そんな停車駅にここからは変わってまいります。で、まあ武庫川駅到着をしますと、放送ではしっかりとこんな感じで、次は甲子園に到着です。貸切列車です。ご乗車はできません。扉の車です。はい、という具合に貸切列車だから乗車できないって言い方なんですよね。まあウイング号とか、まあ何ですかね、なんかなんちゃらライナーだから乗れませんじゃなくって、貸切列車だから乗れないっていう放送はなんかすごく斬新にも感じました。そして列車は続きまして甲子園に到着となります。まあ、甲子園は、まあ、一部の特急はだけが通過する駅になってるんで、まあ停車しても当たり前かなっていう感じにはなってるんですが、まあまあ一つ甲子園に到着ということで、で、まあここまでなんと抜かれたことはあったんですが、一本も普通列車を抜いていないっていうのが、またこの列車の面白いところかなというふうにも思いました。そして甲子園を出てちょっとびっくりしたのが、次は今津を通過をするんですね。急行列車のような停車駅かと思えば、急行が停車をする今津は通過するっていう、またちょっと意味が分かんないのと、この今津は西宮から先ですね、各駅停車に止まっていく区間特急が止まるんですが、それを通過するっていう、ますます停車駅が謎すぎるというね、ちょっとどうなってるんでしょうか。はい、でまあそんなお話をしてまいりましたら、続いての列車の停車駅は西宮でございます。西宮はもう特急とかも含めて区間特急以外全部停車をする駅になっているので、まあ停車をしても当たり前かなって感じがするんですが、ここでも停車で、でちょうど反対側に普通列車が止まっていて、ようやくここで初めて普通列車を追い抜くという、そんな感じになっております。ただしこの西宮から先めちゃくちゃゆっくりになるんで、抜く意味があるのかなっていうのもちょっと気になっちゃう、それがこの西宮駅での普通との接続です。そして西宮の次は高路園に到着となりました。この高路園は普通列車と朝の区間特急しか停車をしないって駅なんで、ふやーねー、まさかの今津を通過する列車が高路園に停車するんだっていうのはなかなか謎なわけなんですけれども、高路園駅にまず停車です。そして高路園に続いて次は内出駅にも停車をしてまいりますね。各駅停車ですよ、西宮から先は。ただまあ一つ駅を通過していくんで、それもまた謎すぎる駅に、謎すぎる列車にはなってるんですが、ね、こんな感じで路線図見ていくと、有料の列車で、まあ、実際ですよ、見た感じ、うちでとかさっきの高路園で降りてる方はほとんどいらっしゃらなかったんで、まあどういった目的があるのかなっていうのはやや気になる部分ではあります。まあ、反対側とかを見ても貸切とかそもそも提出するような駅名表ではないものっていう感じなんで、なかなか不思議なんですけれども、まあ、とりあえず、途中のうちでの駅も停車をして、次は芦屋に向かってまいります。
で、まあこんな具合に開くドアは1箇所ですなんていう放送が流れるのが今回のラクヤンライナーならではかと思います。まあ、長時間停車をするのでドアを閉めますという放送は多分あるかと思うんですが、普通に到着をして開くドアが、1箇所だけっていうのが、まあ、ちょっとここの珍しいポイントかなと思います。そして列車芦屋到着なんですが、芦屋は基本的に全部の列車が停車をするというそんな駅となっていますね。やっぱこう到着してドアが開かないっていうのもかなり斬新ではないでしょうか。そして芦屋駅を出ますと列車はまた急に速度を上げまして、芦屋の次区間特急は魚崎から各駅に停車をするんで深江には止まるんですが、この列車はなんと深江駅は通過をします。わけわかんないですね。ここまでずっと各駅停車だったのになぜか深江は通過と。そして深江を通過するといよいよ次は扇駅なんで、最後の放送をお聞きください。はい、ということで最後の放送が流れまして、扇駅終点として到着をしていきます。ただまあこんな感じで配線がやっぱり追い抜きができる構造だったんで、これも扇が終点に選ばれた理由かなっていうふうにも思いました。到着した後ですぐに列車が通過するなんていう放送はあまり聞かないのではないでしょうか。そして列車が到着をして終点なんですが、やっぱりドアは一つしか開かなかったよっていうのもまた今回の一つの面白いポイントかと思いました。実際は1分遅れで10時20分1分に到着となりました。で、到着するともうすぐに間違って乗車されることを多分防止するためなのかな、ドアが閉まりましたよっていう感じです。で、もうそのまま列車の方向幕も回送になったって感じになって、すぐに左手側特急が確かにということで通過をしていきました。いや早いですね。なので扇について特急に乗り換えはできません。こんな感じでまだはラクヤンライナー外してはないんですが、回送の幕のままとなっていて、そしてもう列車特急が通過をしていきましたらすぐの出発という号で、回送の幕のまま右、左から右の方へと列車は出ていきました。本当に 1,2,3,4,5,6,7人ぐらいということで、非常に多くの方が今回の列車に乗車されたっていうのが印象的となっていました。まあ一つ一つの扉のところで確認をするっていうのがお仕事だったのかなっていう感じなんですけれども、まあ相当に人を割いているっていうのが今回のラクヤンライナーだったんですね。はい。で、列車は出発して三宮方面に行くかというとそうではなくって、扇駅を終えたすぐの留置線というのかな、列車が止まっておける場所で一旦停車をして待機というそんな流れとなっておりました。そして到着をした後、回送となったラクヤンライナーは一旦左手側の留置線に入った後でそのまま回送、車内は真っ暗けっけ、多分さっき出て行った時に乗車の中に、列車の中にですね人がいらっしゃったと思うんで、ね、そのまま真っ暗けってなかなかプラネタリウムみたいな感じかと思うんですが、扇駅でどうやら折り返しをするみたいです。座席は一切転換はしていないので多分尼崎かなが終点だと思うんですけれども、これで折り返していくよっていうのが一つのラクヤンライナーのどうやら流れとなっているみたいですね。はい、いや、もう非常にシンプルながらも、でこれが入ってきてちょうど反対側に普通高速神戸駅が入ってくるっていう、まあそんな一つの流れになっていきました。こんな感じで終点となった扇駅なんですが、駅の時刻表を見ると朝方7時台に、5本区間特急、あとは8時台に2本の区間特急、並びに区間急行も6時台に2本止まる、あとは全部普通列車が10分間隔という、まあ、列車なんですけれども、それでもここを終点にしたっていうのは、まあ、単純に折り返しだからだと思うんですが、まあでもこの駅はできたんだったら三宮まで走らせてくれればいいのになっていうふうに思うんですが、まあまあ、これは今後のラクヤンライナーの課題なのかなというふうにも思うんですが、いや、ね、不思議ですよね。はい。で、そしてそのまま列車なんですけれども、22時29分に尼崎方面に向けて回送をされていったということで、今回のラクヤンライナー、これにて終了ですね。
はい、というわけで今回は2022年12月23日クリスマス直前に登場しました、まあ、試験段階ではあるんですが阪神の楽屋ライナーもう消えてましたね。阪神の有料特急、いや特急と言ってはダメか、有料貸切列車楽屋ライナー、まあ、今後いろいろと変わっていくと思うんですが、まず阪急阪神グループで有料の列車が1本出てきたっていうのは、まあ、大きな転換点だったと思います。まあ、今後どのように変わっていくのかっていうのをちょっと注目していきたいのと、阪急には有料特急が出るなんていうプレスリリースは出ているので、まあ、そういった部分でまた変化があるかと思うんですが、何かまた移動、変化が起きましたらぜひ動画等々で皆さんにご紹介をしてみたいと思います。皆さんもなかなか乗る機会が少ない列車ではあるんですが、チャンスありましたらぜひ楽屋ライナー乗られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。